三味線には面白い曲もありますよ。今日は私はですね、少し所用で渋谷にお出かけをしまして、その合間にですね作っていたのが演奏会の資料でございます。さあ今日はその中で少し面白い内容があったのでご紹介したいと思います。あなたは三味線の曲、真面目な曲ばかりだと思っていらっしゃいますでしょうか。実はですね、面白い曲、楽しい曲、そういう曲もたくさんあります。そのような曲の一つとして8月の演奏会でお聴きいただくのが、ナスとカボチャという曲です。ナスとカボチャが喧嘩をして、そこにじゃじゃん、ユーガオが仲裁に入り、喧嘩を止めに入りという曲なんですけれども、ナスとカボチャというのはですね、すぐに思い浮かんだんですが、ユーガオってどんなものだろうと思いまして、実は私は今日調べておりました。これもしかしたら世間一般の方はご存知なのかもしれませんが、私は全く知らないかったことがありましたので、今日はこのユーガオについてお話をしたいと思います。ユーガオというのはですね、私はですね、朝顔や夜顔と何が違うんだろう、昼顔と何が違うんだろうっていうか、全く同じ種類のものだと思っていたんですが、実は全く違う科の植物なのでだそうです。これはですね、どこかの種会社のサイトを拝見して初めて知ることができました。実際のちょっとお写真がなかったのでですね、イラストで無料で使えるサイトからちょっとこちらは、お借りした画像なんですけれども、ユーガオこのような、まあでも見た目は少しやっぱり朝顔に似てますよね。このようなお花で、そして少しね細長い実がなるんですって。で、実はこのユーガオは実を加工したものがかんぴょうということで、かんぴょうの元になっている、元というのかしら、かんぴょうの実なのだそうです。花言葉はね、儚い恋だそうでございます。このナスとカボチャの曲、これは褒め言葉ですが、本当にくだらなくて面白い曲でございます。そしてですね、この曲の面白さを何とかして伝えたいということで、今回は出演者たちがお客様に分かっていただけるように何か演出を考えているようでございます。楽しくご覧いただけたら嬉しく思います。三味線の演奏会情報はメール通信でお受け取りいただけます。メール通信もぜひご活用くださいませ。それではまたお目にかかりましょう。